ビーズ。はい、ことことビーズ始まりましたで、ユーストリーム映った、映ってるな。はい、よろしくお願いします。9月18日、15日9月15日です。はい、ことことビーズも48回目。はい、皆さんこんばんわんこ、こんばんわんこそばわんこそばこんばんわんこそば、わんこそば、こんばんは、よろしくお願いします。はい、はい、MC のことことゆりくんです。はい、よし、居残り組のつよしでございます。なんか悪いことしたね。なんか悪いことした。居残り、はい、居残りでね、さっきちょっと悪い、ちょっとあのはしゃぎすぎまして。はしゃぎすぎた。まあ、残れと。残れと乾先生言われましてね。じゃあそこに、はい、あのそこで、うん、バケツ持って。バケツ持って。バケツ持って。うん、立ちんぼだ。立ちんぼ。懐かしいね。昔ようそんなさせられたで、逃がすねんと。お前ね。うん、お前ね、立たされましたわ。立たされましたかね。私あの落書きが好きでね。要は小学あの教師、はい、教科書という教科書を落書きだらけしてよう怒られましたわ。私ね、あれなんですよ、はい、小学校1の時かな、はい、あよく国語の教科書とか、うん、読まされるじゃないですか、みんなに、はいはい、国語の教科書読めなくて読めなくてそれはすごい読めなくて、小学1年生はしょうがないね、うんうん、読めなくて、はい、あの立たされてたことが、うんうん、だとそれはでもひどいな先生の、それちょっとひどくない？読めへんのしょうがない、いやだから読む練習してこなかったね。それはしょうがない。それはそれはあんたが悪い。はい、強かったよね。そうそうそう。大概だってあんまり小学校の時で宿題した記憶がないんですよね。ああさすがやね。だってもうあそうそうもうだって夏休みも。そうそうそうだってね、はいはい、もう9月、まあ自分、まあ夏休みもね、はい、すぐ終わって、はい、まあ小、まあ学生、小学校、中学校、高校の子たちでもね、うんうん、15日、19は10、まあいつ15日ね、はい、はい。過ぎてますけど、はい。私なんかね、9月に、はい、宿題をだ、なんか新学期で出した記憶があんまりない。要するに卒業できましたね。ヒデさん。ヒデさん、それは、あの、大体どんな人でもね、30日にはしっかりやるんですよ。泣きながら。それもしなかったさ、あなた。うん、なんかしなかったね。要するに卒業できましたね。ほんまに。なんかね、いや、だから夏休みって、はい、絶対やらなきゃ宿題ってあるじゃないですか。算数とか、はいはい、小学校の時ね、算数、はい、社会、国語とかってあるじゃないですか。そんなん、そっちのけで自由研究とかばっかりしてましたからね。はい、ああ、自由研究何研究してたん？え？何研究してたんですか？いや、いろいろ、だからね、例えば理科の、そういう、なんかこう、うん、二酸化炭素の、二酸化炭素の、実験、はい、ああいう、はい、なんか、ま、混ぜたりっていうか、混ぜたりとか。とか、あとは、まあ、どっか旅行行って、旅行行って、はい。まあ、ああいう絵日記とかね。絵日記とか。うん。だから、ただ単に行きつけるだけじゃなくて、はい。例えば、うん。昔のね、巻物あるじゃないですか。巻物。こんな、はい、奈良時代の巻物ですか。ね、ね、な、な、巻物ね。巻物。はい、巻物に、はい、こう順番にこう、はい、絵日記を、絵日記、日記を書いてる。いつの時代の人ですか。絵日記帳ぐらいあるでしょうね。うん、いつの時代の人ですか。なんかね、だから自由研究なんか出さなきゃいけなかったんですよ。はい、で、日記は書かなきゃいけないじゃないですか、毎日ね。うん、宿題ね、まあ、書きましたね。私も書きました。はい、思い出しましたね。普通にな、はい、ノートで出すのってつまらんなと思って。はい、あ、つまらん。それで、そういう発想で。うん、で、巻物。巻物に。ああ。そう書いて。さすが、すごい。出したら、他の宿題はせんかったのに、それだけは、うん、はい、提出したという。提出して。やっぱおもろいことはやりたかったんかな。そうですね。犬井君は。そうですね。犬井君は面白いなっていう。そうそう。だから。巻物で提出かって。そうなんですね。でもだから、はい、結局、せんなあかん宿題はせんと、はい、どっちでもいいよ、しようかな。どうでもいいっていうか、はい、別に、自由、はい、自由の自由の、うん、はい。自由な宿題だけはしてたというか、そこに燃えたね。逆にしてたというか。なるほど。うん、昔から変わった子やったね。変わった。変わった子やね。変わったことが好きだったね。ね、あ、はい、あ。で巻き物やったらなんか忍者みたいだね、なんか。そうですね。でもあの頃はね、結構、はい、好きでね、歴史が。まあ、今も嫌いじゃないんですよ。はい、あの頃、小学校の時って、うん、なんかちょっと、いつもね、振り返りする前に、振り返り、もうかなり、子供の時まで振り返ってしまいましたけど、はい、そこまで振り返らないそうそうそう感じね。いや、まあ、はあ、
ね、あの時、うん、まあ、結構歴史とかが好きで、はいはい、でよく友達とかでもこうなんか例えば、はい、あの徳川家の家系図とかね、はい、あの作ったりとか、うん、あとまだ奈良市の図書館、はい、図書館市の図書館がちょうどあの奈良、うん、ちゃうわ、まだあそこありますよね、あの、うん、あの奈良町センター、奈良町センター、奈良町センターになる前、なる前、うん、なる前、うん、あそこに図書館あったんだ、駅やったんですか、あ、そんなことない、じゃあ図書館、図書館、はい、うん、あれ確かね、はい、市役所が奈良市市役所が向こうにあったと思うんですよ、ああ、その後はだから図書館にしてたんかな、ああなるほど、あれじゃあもともと市役所やった、うん、あっちにあったんですよ。だから奈良の町の中心地の向こうだった。はいはいはい。旧市内で言い方するのいいのか悪いのかよくなるほどね。うん、あ、そうか。じゃあ、あの、サンロートさんとか、めちゃくちゃええとこあったよね、場所がね。うん、ねえ。だからあっちが町で、うん、はい、もちろんだから、あの、サンルートさん、ホテルサンルートさんもあれ昔映画館かな。映画館だったね。だったし、まさに、あの、あれだね。ね、もちろん30年間か、ずっと町、市街地で、はいはいはい、もちろんあの谷工業さん、工業さんが、はい、あの映画化有楽とかされてて、はい、まあ、昔そのお祭りとかでも、うん、結構有名な俳優とか役者さんとか、はいはい、あの来てましたからね、へえ、うん、私は生まれないですけど、長生きやね、はあ、知ってはるわ、まあまあ母親の話で、母親の話で、うん、とにかく映画館多かったですよ、奈良は、もう奈良市内だけでも結構ありましたし、はい、あっち大和高田の方も映画館っていっぱいあったんで、はい、ね、すごい、あの向こうなんてあれじゃないですか、あの、はい、宝石が結構有名で、うん、宝石、そうです、大きなあの、はい、高田の、はい、近鉄高田駅かな、うん、あの裏のとこなんて全部一面宝石工場だったんで、はいはいはい、あの、ね、昔なんかすごい賑やかで、はい、それこそあの映画館も、はい、あの何軒もあったし、はい、でなんか商店街も4つぐらい、大きな商店街4つぐらいあったのかな、はい、あったんかな、はい、で結構大きな祭りとかもいっぱいあったりとかしましたね、ちゃんちゃんがね、ちゃんちゃんですよ ね、 うん、ね、だんだんこう、だんだんこう、そうやね、もう、ね、ほんまに生き字引ですね、奈良のね、え、要素に古い話してありますよ、ね、いやもうね、長く生きてるだけありますわな、そう、長く生きてるからね、長生きてるだけありますわな、そうなんですよ、で何を話して、だから小学校の時もそういう好きで、はいはい、よく図書館行って、はい、友達とね、うん、なんだろうな、はい、要は自分の、うん、あの要は先祖、先祖、うん、はい、まあ犬池だと、犬池の先祖、犬池の先祖をたどってね、まあ子供たちと調べに行ったりとか、はい、先祖たどったら何でした、犬でしたか、いや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 、なんかあんまり出てこないんですよね、出てこない、犬って、はい、あのね、はい、多分ね、はい、犬って名前言われてたりは、多分、はい、都の近く多分多いと思うんですよ。ええ、で、都のあの犬の方角ってあるじゃないですか。ええ、はい、字は違いますか、はい、犬、犬、江戸の犬。江戸のね。犬の方角の門のこと、今、犬の門って、はいはい、多分あの東京の皇居にもなんか犬の門って、ほう、あるの知りません？知りません。知りませんか、知りません、はい、あるんですよ。知らない、はい、うん、うん、それそこが言われかな、そっから来たのかなと、そっちの方向に住んでたりとか、はい、だから方角を表す要は言葉が来てよくあるじゃないですか、うん、方角、辰巳とか、はいはい、そうだね、辰巳、うん、さんね、うん、はい、ね、犬、はい、とかね、はい、うん、多分方角を表す言葉から多分名前がついたんじゃないかなって、はい、私は思ってるんですけど、うんうん、まあ辰巳の方に、辰巳じゃない、うん、犬の方に住んでるから犬さんや、ね、うん、そう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 、はい、よくある話です、よくある話ね、ね、はい、うん、ね、山田君、山の田んぼの山田君、そう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 、はい、かなっていう話よね、はい、うん、だからまあ多分都、うん、まあ奈良もね、はい、犬さん多いと思うんですよ、はあ、多分、うん、なるほど、うん、はい、またさすがね、あっちにもこっちの犬さんいると思いますよ、さすが何百年生きてだけありますね。うん、はい、まあ犬犬犬犬、はい、ばっかりね。犬そのうちなんか、はい、奈良市じゃなくて犬市になる。犬市。あ、聞きましたか。聞きました。今問題発言出ました。問題発言出ましたよ。問題発言出た。あれ奈良市さん、うん、
いずれイニッシーにしてやるとそんな野望が。いやもうあ聞いてます大変です、うん、そうそうそう、ちょっと反応が楽しみですね、うんはい、コメントをぜひぜひよろしくお願いします。そうそうそう、はい、また犬一族、はい、奈良に剣山みたいな、剣山直感はい、まあ、今そんなコーナーで、はいはい、はい、あ、まだ見てくださってる方いらっしゃいますよ。え、なんか来てます？いや、来てないですが、はい、コメントください。寄せましょう、はい、あれ、とりあえずコメントしないと奈良市は今日犬市になるよって話です。そうですね、はい、ね、はい、ね、サルルさん見てくれてるかな、どうかな、まあまあまあ、はい、見てくれてるかな、ねね、はいはい、ね、よし、はい、じゃあ振り返ろう、振り返る、振り返る、もう、はい、そんな子供の頃を振り返ってもしょうがないね。いやいや、振り返る、振り返ってみたいと思います。はい。ね、今日はね、あれですよ、この前の番組でちょっとお笑いの話やってね、ちょっとノリがいつもと違うんでね。はいはいはい、はいはい、この振り返りはね、はい、まあ、強さも私も共通の話題ということで。はい。奈良国際映画祭。はい。え、何ですかそれ。笑いながら、なんかやりました。まんま漏れこと言ってないです。まんま漏れこと言ってない。あ、そう、パッチ。こっちの方が。はい。じゃあ、こんな盛り上がって、振り返りでこんな盛り上がってしょうがない。はい。はい。ね、奈良国際映画祭、昨日、今日もかな。はい。土日月。はい、3日間ね。連休3日間。はい。ありまして。ありました。レッドカーペットで4日間らしいですよ。あ、4日、あ、レッドカーペット入れたらね、金曜日の夜ね、そうですよね、4日間あって、はいはい、ね、奈良のかの有名な、かの有名なね、はい、誰でしょう、ね、大仏さん、え、いや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 、絶妙な、絶妙なタイミングで、いや、そこに大仏さん、ね、はい、まあ、もっと怖い人やね、はい、ね、かの有名な映画監督、はいはい、ちょっと素敵な人ですね、ね、あ、観音さん、はい、ね、名前言っていいんだろうか、いいの、いいやな、有名ですから ね、はい、川瀬直美さんね、はい、ね、先生ね、新しい新作映画も、うん、ついこの間 ね出されて、はい、うーん、いよいよ、奈良国際映画祭自体も3回目なのかな、3回目あるのかな、4回目かなんか、うん、ね、まだ書いてないですね、はい、でもまだね、日が浅いというか、ね、まあ、でももう2年に1回なんでね、うん、だからそれ考えたら、まあまあまあ、はい、そうですね、はい、はい、奈良国際、奈良にこうね、はい、そうですね、先ほど映画の話はさっきしましたけど、そう映画文化を もう、まあ、もう一度復活じゃなくて、新しく、まあ、うんうん、そこがね、なんか掘り起こすっていうだけじゃなくて、うん、やっぱり新しく、やっぱり今現代の人たちが、はい、やっぱそういう映画文化っていうのをなんか作っていってもらいたいなとは、そうね、思うんですよね、まあ、そういう意味ではすごく画期的なね、取り組みをいろいろされてますよね、うん、と思います、うん、はい、で、まあ私の方もね、そうなんです、はい、昔ね、映画に出たんですか、映画には出てないですよ、違いますか、昔、その、はい、劇団やってた時の、劇団やってた、うん、劇団で、はい、まあ、音響やってた、音響、劇団の音響をやってた時、はい、もうその時の子役の子がね、子役の子が、その子は小学生、はい、子役の子が、まあ、今、はい、立派に成人して、はい、立派に成人して、まあ、成人してだいぶ経つんやけどね、うん、もう30近いんでね、ああ、ね、そう、うん、まあ、なんか昔子供やったんか、そうやったら年感じるね、そうまあ彼が、うん、その映画祭の、はい、奈良国際映画祭のまあ一環で、うんうん、う、謎解きミュージカルっていうね、謎解きミュージカル、はい、そう、はい、ミュージカルを、はい、椿小学校で、まあ、はい、まあ、するということで、奈良市内の有名大きい小学校ですね、はい、大きい、まあ、体育館でね、はい、ということで、で、機材をまあ全然足りないということで、体育館の機材で足りないということで、はい、うん、貸してもらいたいということで、本来まあエデンフィールドで、はいはい、まあ協力という形で提供しましょうかっていうので、はい、はい、とこあるじゃないですか、昔の付き合いでね、そうそれで、うん、なんか最近ひょっこり終わったんですよね、
ひょっこり始めてましたね。久しぶりに。うん、それで、もうそれでもう、うん。ひょっこりフェイスブックで繋がりました。繋がって。うん、でそれがね、そう、お互いの共通の友達が はい、いてたんで。誰ですかね。うん、あ、まあ全然し、多分あれな、名前出しても多分わかんない。いや共通の知り合いとか一人だと思うんですけどね。はい。そうなんですよ。で、はい、まあ連絡があって、はい、連絡があって、はい、貸してほしいっていうか、はい、力貸してほしいっていうので、はい、うん、力貸しましょうっていう。なるほど。ね、ね、でもえらいもう立派になってね。で昔は子供やったのにね。そうそうそう、はい、同じ子供、今はこっちが子供に。いや、私が子供になっちゃったみたいな。そうなんですよ。だから高校卒業して東京に行って、はい、で、まあ役者向こうで大学で役者の勉強したのかな。うん、はい、で、まあ今、まあ、今向こう東京の方で、ね、ミュージカル役者らしいですね、聞いたら。まあミュージカル中間のかごめ劇場っていうなんかね、その歌、うん、まあ歌のお兄さんをしたりとか、歌のお兄さんとかね、歌のお兄さん、まあ、ね、はい、なんかしてるみたいで、はい、はい、うん、なんか書いてますね。はい、東京で構成演出を学び、子供チャレンジの MC のお兄さんとして活躍するって書いてますね。うんうんうん、はい、うん、まあ、はい、勉強して、その彼がね。で、まあ、もちろん東京で仕事してるんですけど、まあ、はい、奈良でもいろいろなんか活動をやってて、はい、で、まあ、今回、謎解きミュージカルっていう、はい、最初聞いた企画書もらったときに、はい、何かなと思ったんですけど、うん、要は、何でしょう、テレビとかで、はい、リアル脱出ゲームとかよくあるじゃないですか、はいはい、参加型の、はい、要はその自分たちがこう、うん、はい、プレイヤーになって、プレイヤーになって、うん、だからこれも、はい、それのミュージカル版みたいなやつですね。ミュージカルとかがミソですね、うん、はあ、で子供たちを集めて、はいはい、で子供たちに謎を解かして、うん、謎解きをしながら話が進んでいくっていう、ほう、うんうん、まあ、見てる子らが、うん、はい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 みたいな感じ、言ってみたら、そうそうそう、 謎、 を、ね、謎を聞かれて、わ、うん、かる、はい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 、謎を聞いたら、そうそう、次のクリアして、うん、次の話に進んでいくっていう感じの物語でね、はい、ロールプレイングゲームね、そうなんですよ、そんなやってたのね、はい、ニーニーさんなかなか、はい、なかなか面白かったですよね、はい、子供たちが参加して、はい、で、まあ、うん、そういう話ですわ、はい、ミッションをクリアしていくって話なんですけど、ミッションをクリアしていくと、うん、おう、そうですね、私ね、見に行きました、ちょっとちらっと、あ、そうですか、お姉さんが手伝ってるいうんでね、はい、わざわざ見に行きまして、はい、小学校の体育館ね、はい、行きましたら子供がいっぱいおりまして、はい、子供いっぱいおって、あれ、お姉さんどこやってわからんかったんですよ、うんうん、で同化してました、はい、同化してましたねいや、どれがお姉さんか、ちょっとみんなちっちゃいしなって思いましてね、はい、いや、でもお疲れ様でしたね、昨日今日の話で ね、 ね、大変でした ね、 ね、はい、ね、でも楽しかったですよ、面白かったです、うんうん、で、なんだろう、こう今いろいろね、はい、思ったんですけど、若い子の方が、若い子っていうか、うん、やっぱりみんな一生懸命、奈良のために、うん、なんとか奈良を、自分たちの町をなんとかしたいって一生懸命なんですよね。そうやね。うん。うんうん、ただ、ね、こう、それを、こう、うまいこと、こう、大人が導いていけないっていう、うん、なんかもどかしさはあるんですけど。うん、ほう。うん、ほう。あれ、真面目な話になりましたね、急にね。うん。まあ、それも、だから、今回のその、はい、そう、まあ、だけじゃなくて、はい、まあ、今までね、アーティスト、うん、奈良の若手のミュージシャンとか、ね、はい、ことことビーツに出演してもらったんですけど、はい、なんかこう、そうなんですよね、いつもなんかどっかにそういうのが、うん、うまいことこう導いていけない部分が、もどかしさが、うん、はい、うん、そうですか、うん、はい、何が足りないんだろうなっていう、うん、っていう、はい、自分は自分に対してもあるし、はい、まあ、その環境、まあ、置かれてるこの奈良の環境に対してもあるし、はいはい、うん、思うんですけどね、うんうん、真面目な話ですよね、はい、いや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 、でね、
いいいい、この今日はそういう話でつながっていくのかなって今ちょっと思ってたんですけどね、これすみません、ちょっと角度が、いや飛ぶ鳥アスカ飛ぶ鳥アスカ飛ぶ鳥アスカにつながっていくんですか。違います違います違います、これはちょっと曲がってたんで。あ、そうですか。ちょっとあの犬さん、もうちょっとこちらに来られた方がいいですよ。あの主役やのに、はいはい、主役やのに切れてましたが、いやいやいや、はい、それちょっとポジショニングがちょっと、はい、で、はい、まあ今日はそんな話ね、はい、そうなんですよ、はい、なんか剛さん、あ、じゃなくてこう剛さん、はい、私の振り返りもだから振り返りとして、はい、そのまあね見に来られて、はい、なんかこうなんか感じたこととか、いや僕は一瞬だけだったんで、あ、そうですか、滞在時間10秒でした。そうですか、はい、うん、いや、じゃあその後ちょ映画始まって始まるんでね、映画始まるんで、うん、本当はね、うん、奈良女子大から、うん、奈良女子大に50分出て、うん、で5時までに行きたかったんです、うん、サンルートさんに、うん、その合間にでダッシュして行って、ダッシュして間に合うけど、はい、でもちょっとだけでも顔見たいから思って、うん、わざわざ迂回して、うん、私の顔を見たいから、つばいのためにつばいショーに行って、ありがとう、はい、で覗いたら誰や分からへんよ話、はい、子供すぎるやない。動画にしました。いやいやいや、まあまあでもいやいや、実はビエンナーレの人らみんな知ってるんで僕、はい、ちょっと何年か前絡んだことがあるんで、まあ、それもありだってね、あ、みんな元気にやってるなと思ってね、うん、まあ、それもそれだけ見て、うん、そのままダーッと走って、うん、まあ、サンルート奈良さんでね、もともとオバザナという、はい、オバナザという、うん、お店目の小屋、はい、後に映画館というのがあった場所で映画の、うん、映画上映があった、それを見てました。何見てこられたんですか。それがね、夏、うん、いや、それ奈良国際映画祭のね、はい、先ほどの一環でやってたんですけれども、はい、基本的には映画祭なんで最新の映画がね、お隣の奈良町センター、はい、先ほどお話が出ました、はい、図書館ですね、今、はい、図書館になってるところ、はい、あそこで会館でね、最新作とか学生さんの作品とか、はい、どんどん上映されてたわけです、はいはい、ですが、まあ、私はやっぱりオールドタイプなんで、はい、名画がね、その名画系がサンルート奈良さんの方でね、上映されてた桜の間で、はいはい、ですんでね、まずね、朝一番でね、あれだ、あれです、朝一番でどうしても見たかった、久しぶりに見たかったやつがあってね、はい、イージーライダーっていう、うん、はい、イージーライダー、うちの番組のちょうどの60年代70年代取り上げてたんでね、懐かしかったですね、はい、イージーライダー知りません？知ってます。ドンス・ホッパーが出てきた、知ってますよ、監督の、はい、あれです、はい、ドラッグムービーです。ね、なんかね、すごいね、うん、時代感じましたね。あれをあれ見て、でさらにね、はい、あれ明日に向かって撃てっていう、うん、はい、あれもアメリカの映画を変えたって言われるような、うん、ちょっと衝撃的なシーンがある映画だったんですけどね、はい、でも両方とも面白かったですね、さすがに、うん、そして、うん、その晩で最後のプログラム、はい、あれですわ、里見八犬伝、里見八犬伝、里見八犬伝言いまして、あ、ね、ご存知ですか。え、ご存知ですか。見てました。知ってます。懐かしいよね。懐かしい、懐かしいわ、思ってこれ見たいな思って行ってきたんですけど、里見八犬伝、里見八犬伝と言いますと、薬師丸ひろ子さんが、ね、やっぱそれにこう、そこに来るわけね。いや、もう薬師丸ひろ子が可愛かったっす。可愛かった。いや、当時だからバリッバリのアイドル、うん、バリッバリのアイドルで、また多分出たてやったと思う、うん、なんか ほんまに10代の、はいはい、声です。薬師丸ひろ子です。薬師丸ひろ子です。うん、あの声でね。セーラー服の機関銃があって、はい。はい、ほんで、里見発見で。あ、そうなん、そんな最近、いや、ちょっと話してるの、ちょっと今度、調べますわ。ちょっと調べ、今度また特集しますから、ね。探偵物語もありましたよね。ありましたね。はい、探偵物語ともうちょっと、演技しっかりしてますんでね。はい、まだ初々しかったです、とりあえず、ひろこちゃんが。ひろこちゃん、可愛かった、うん。アイドル、80年代アイドルね。はいはい、でその可愛いひろこちゃんを、チュッチュチュッチュするんですよ、あいつが。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 チュッチュッチュッするんですよ。誰が、もう腹立つわーって思って見てたんですよ。いや、真田広之さんが。真田広之さんも、まあ、若かったです、かっこよかったですけども、でも、うん、でそんなにチュッチュチュッチュするなと。俺たちのひろこちゃん何すんねんっていうそんな気分になりました、久しぶりに。いやいやいや、ほんまになりますよ。真田広之さんかっこよかったし、真田広之さんがね、当時ね、あれ全盛期、多分むちゃくちゃ脂乗ってた感じがしましたよ。そうですね、アクションがね、やっぱ生身の
生身のアクションといいますかね、うん、あの 今あんなに今の映画も僕そんな知らないですけど、うん、なんかすごくねキレがよくキレキレでした。動きがキレキレでした。キレキレでした。もうだって若いですね、まだ若かったですね。ねえ、だからこう ねいちいち例えばなんでしょうね、やられた時とかのアクションとかでもきちんとこうなんていうんですかね、倒れたりするじゃないですか、はい、やられてバーンとかそんな時でもなんかキレキレなんです動きが。わかります。だからいちいち動きがすごいっていう。あのね、はい、あれなんですよ。あ、だって私だっては当然ですけどね、もちろん私役いてないですか、はい、お、そうなんですか。わかったらしい。役いや、まあ、画面でね、イメージどこ出てくるのかなと思って見てたんですけど、ね、そうそうね。まあね、にあの養成所、ね、養成所での方にレッスン受けに行ってて、うんうん、いや、どこやどこやと思って、ね、見てたら出てこなかったですね。ちっちゃすぎてわからんかったかな、うん、いやいやいや、出てないですよ。出てない、まだその、多分あの頃まだまだまだでした、うんうん、いずれ大物に、うん、いや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 ね。いや、ジャックってあれなんですよ、はい、なんか、うん、そのなんだろうな、そのまあ東映と、はい、まあ京都にあったんですわ。京都、はい、京滝っていうところであって、はい、で嵐山はまだもっと山の奥の方に、はい、なんですけど、でまあ東映とかあるじゃないですか、うん、渦政ってね、東映あって、はい、ほんで、うん、盾とかでも、はい、あのジャックの盾って、はい、なんだろう、こう東映の盾って、うん、お芝居の盾なんですよね、うん、芝居のための演技のための盾、うんうんうん、感じかな、まあ、これ、うんうんうん、まあ、別に私のか、印象なんで、まあ、人、はい、そういう、まあね、他の人は、うん、どう思うかちょっと分かんない。その時代劇とともに、うん、あのできてきた盾でしょ。そうそうそう、要するにで、ジャックの盾は、はい、どっちか言ったら、まあ、あの千葉さんもそう、千葉さんはもともと体育大学で体操運動やってて、どっちか言ったら、はい、その運動っていうか、その格闘技とか、うん、その運動の延長線上にあるのが盾、うん、はい、だからそのすごい、だからすごい基礎体力、基礎なんだ、筋トレとか、ああいうのすごい重要視してて、うん、でしょうね。だってね、2年間あるんですよ、養成期がね、はい、うん、で余暇と本科とあって、はい、ほんでまあ縦の授業と、はい、横の授業と、え、いや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 、そういうボケを我慢しますか。いやいや、今とここれたで。サロちゃん来たよ。サロちゃんも入っといで、はい、今3人だけやね。3人持ったら十分やな。ね、はい、なんか今日音楽の話で、なんかジャックの話になっちゃいそうな。ああ、まあじゃあ簡単に、うん、簡単に。とりあえず、私が見た映画は、まあ、そのジャックが、うん、全面的に多分入ってたと思うんです。里見八犬伝って映画ですけども、うん、だって真田広之さんでしょ、うん、で千葉真一さんもちろん、うん、はい、あと志穂美悦子さん、うん、はい、あとまあ京本政樹さんとかね、まあ、ジャックじゃないにしても、まあね、そういうそうそうたるあの時代のね、うん、輝けるメンバーがいらっしゃって、そで、ね、でそのやら相手役とかね、やられ役とかもみんな、うん、多分そのジャックの方々だと思うんです、うん、動きがキレッキレなんでね、うん、はい、その人たちがまあこうアクションを繰り広げてた、すごい大変懐かしい感じの映画でしたね。見事ありました。そうなんです、はい、だからジャックの盾ってすごいね、その筋トレで、うん、はい、こう2年あって、はい、まあ、アクションと盾の、まあ、授業があるんですけど、はい、アクションの授業って筋トレしかしないんですよ、1年目って、うん、はい、あ、まあ、修行時代やからね、もう肉体作りがメインですね、うん、もう毎回もう1年間ずっと筋トレばっかりで、はいはい、であれですね、修行ですね。そう、ね、もうほんで2年目ぐらいからしか、はい、2年目その上がって2年目の本科に上がってからじゃないと、はい、そのアクションも教えてもらえないし、うん、その立って方はほとんど教えてもらえない。はい、うん、私もちょっと1年ぐらいスケッチやらなあかんな。うん、まあ、基本は大事ですからね。ですね、うん、あれは結構ハードだった。はい、だって土日にレッスンがあるんですよ。毎日筋肉痛ですよ。はい、で月曜日学校行くじゃないですか。ええ、学生だった、中学生だった。中学生だったんですか。中学生、中3だったんですよ。土日で
土日でレッスン受けて、レッスン受けて、はい、で月曜日、まあ月曜日から金曜日まで授業、うん、はいはい、うん、うんうんうん、あるんですね。うん、で金曜日じゃ土曜日か、土曜日昼間まで、はい、そうですね、昔そうやったね、あの頃はね。で月曜日から行くじゃないですか、うん、はい、あ、土曜日はなんか、あ、土曜日自主練かな、うん、別にあのレッスンとしてはなかったと思うんですよね。うん、で月曜日学校行くじゃないですか、はい、もう原因日曜日に筋トレばっかりしてるんで、うん、はい、月曜日行くと大変ですよね、うん、ペンすら持てなかったんですよ、筋肉痛で。はい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 、わかります。私も部活でね、もう筋肉痛でひどい目になったことありますんで、わ、うん、かります、その辛さは、うん、ペン持てなくて、うん、はい、ほんで筋肉痛って結構慣れてくると筋肉痛にならなくなるじゃないですか、はい、あれトレーニングしてると、うん、ずっと筋肉痛ないと、それはあの毎回毎回、うん、それはあのそんだけあれなんですか、だからどんどんかそれなりに毎日ハードになっていくし、うん、ほんで普通だったら例えば腕立て伏せとか言って、ね、はい、するときに、はい、まあ腕立て100回とか、うん、200回とか回数言うじゃないですか。うん、回数ね。はい。でも、全、う、部、ん、のトレーニング法って、はい、例えば、まあ、研修生が60人いるとするじゃないですか。はい。60人、ずっと延々とやるんですよ。はい。順番に10回ずつずっと。うん。1人10回声かけるんですよ。しんどいね、その授業。しんどい授業やって、ずっとやるんですよ。しんどい授業やな。全員が倒れるまで、ずっと、うん。だから、なんだろう、こう、倒れ、全員が倒れるまで。限界で倒れるのがダメなわけじゃないんですよ。はい。自分で限界を知るのが。はあ。だから逆に言ったら、もうしんどいわけで途中で諦めてしまうと、はい、市内が飛んでくる。あ、だから、もう、なんだろう、もう。久しぶりに聞きましたね、そんなね。そう、ダメと思ってもやり続けなきゃいけないっていう。ああ。うん、筋トレで、うん、はい、終わりがないんですよ。はあ。逆に言ったら。そんなトレーニングでね、はい、うん、まあ、話ちょっとたまにそんな話もね、はい、いいかなと思うんですけれども、ね、はい、まあまあまあ、まあまあまあ、そんなことがありましてね、はい、そんな、懐かしい映画でした。まあ、映画館でね、はい、はい、なんか振り返りばっかりやんだけど、まあまあいいや、ええ、もう一個ね、あの、そうなんですよ、はい、私の方で、はい、今日なんですけど、はい、ちょっと大阪の大阪のある某レコード会社、某レコード会社の、まあ、大阪支社、大阪に今支社があって、はい、まあ、そこが直営してる、はい、ミュージックスクールがあるんですよ。はい、まあ、それの、ちょっとイベントに顔を出してきて、はいはい、まあ、知ってる人もいたんでね、うん、顔を出して久しぶりに、まあ、1年ぶりぐらいかな、はい、うん、ほとんど顔を出せなかった、うん、でちょっと見に行こうかなと思って、はい、うん、もちろん入るのはお金払って入りましたけどね。おお、そこはさすがですね。別にね、はい、そんな知り合いやからって言って、そんなあれね、いるからって言って、そんなことはしないんですけど、うんうん、まあ見に行って、はい、で、ちょうどね、大阪堀江なんですけど、はいはい、堀江系ガールズグループ、エスペシアっていうのがいるんですよ。おお、初めて聞きました。うん、アイドルグループ、まあ、堀江系。そうなんですよ。何ですか、もう一回。堀江、エスペシア。エスペシア。うん、お、堀江系、うん、堀江、あ、あの大阪の堀江、うんうんうん、あ、もう一回の枕言葉を何でしたっけ、大阪堀江系、うん、ガールズグループ、あ、堀江系ガールズグループ、うん、あ、うんうん、エスペシアってね、エスペシア、うん、はい、で、まあ、2年ぐらい前に、うん、はい、まあ、デビューしたのはここ1年ぐらいなんですよ、はい、ちゃんとレコード会社から、うん、だけど、まあ、はい、2年ぐらい前、ちょうど私がエデンフィードして、うん、ちょうどその頃かな、ルシャナ、奈良のご当地アイドルもその時じゃない、多分その年だったと思う、ルシャナがね立ち上がったのは、はい、で、うん、エスペシアもその時だ、その5月かなんかだ、はい、その、はい、私が会社立ち上げたのが1月で、はい、そのエスペシアがその活動し出したのも5月ぐらいで、はい、で、まあ、奈良もね、そのルシャンとかやりだしてたんで、はい、まあ、一回ちょっと見に行こうかなと思って、のぞきにどんな感じかなと思って、のぞきに2年前にその、はい、うん、するっていうんで、はい、見に行って、うん、見に行って、その時に、まあ、そこの、まあ、レコード会社の人とか、はい、まあ、知り合って、うん、はい、まあ、それからいろいろ、なんだろう、こう、まあ、イベントを、まあ、のぞきに行ったりとか、うん、まあ、いろいろ、はい、連絡取ったりとか、うん、
まあ、してて、まあ、1年くらいずっと行ってなかったんですけど、今日、まあ、今回なんか、久しぶりに、その、堀江がホームグラウンドなんですよ、堀江のライブハウスがね。はい、堀江ね、うん、大阪でもあの大変おしゃれな地域としてね、そうそうそう、名前が通っておりますがね、うん、はい、そこのライブハウスがちょっと、はい、あのホームで、うん、で久しぶりにするっていうんで、そこで出るっていうんで、はい、ほんでまあ見に行ってきて、はい、うん、そいわゆる ご当地アイドルになるの、ご当地アイドルになると思うんですよね、多分ね、なんかもう関西人なんでね、うん、なんかすごいおしゃれな、その肩書き何度も聞きましたけど、うん、それがすごくあのおしゃれな肩がね、うん、イメージを醸し出したらどんなんかなってちょっとこう、うんうん、おしゃれじゃないですかね、もともとおしゃれな多分売り出すつもりだったんだと思うんですけど、うん、どうしてかというと大阪のおばちゃん系アイドルみたいな、うん、どういうことですか、一時期そのデビューするときそんな感じでしたね、どういうことですか、若いんでしょアイドル、若い若い若い、おばちゃんじゃないですよね、うん、おばちゃんじゃないけどね、はあ、うん、だからファッションがね、ファッションが大阪のおばちゃん、ヒョウ柄ですか、なんかヒョウ柄ですか、全身ガラガラ、あのね、はあ、曲とかもどっちかやったら、はあはあ、80年代のディスコ調の曲が感じなんですよ、えらい堀江土地遠いじゃないですか、うん、堀江のイメージがだいぶ遠いですよ、ね、堀江だったらあんた、うん、そうそう、あのクールオシャレジャズじゃないですか、うん、どちらかというと、うん、ちゃいますね全然、いやだから、はい、多分インパクトがないと思ったんで、多分変えたんだと思うんで、新しい、ね、方針を変えたんですか、そういうふうに、うん、大阪で、うん、でなかなかね、そこ、そのそこのアイドルの育て方っていうのがすごい面白かったっていうか、興味深かったって、うん、いやぶっちゃけね、はい、その初めて見に行った時、うん、ダンスも踊れてないし歌も歌えてないし、うん、こんなんでデビューさんで大丈夫かなと思ってたんですけど、まあ、厳しい、はい、うん、思ってたんですけど、はい、まあ面白かったのが、はい、すごいなんかアイドルとかで、まあ確かに AKB とかでも、はい、会いに行ける、まあアイドルとかなんだけど、うん、はい、それを超えてて、はい、ライブハウスとかで撮影とか OK になったんですよ、うん、珍しいですかね、ちょっと分かんないです僕、うん、だってライブハウスとかああいうとこでアイドルとかああいうのって撮影禁止、うん、だって写真買って撮られたら、まあね、勝負はならないですよ、ならないね、うん、でも、ですよね、はい、私がだからちょうどその初め行った時に、はい、まあ、そういう人の話だから、撮影どうしますかっていうか、いいですかって話をしたんですよ、はい、だからちょっと確認しますって話をして、はい、なんかなら OK しましょうって話やって、ね、でこのちょうどその時私のマイブームでね、マイブームだ、はい、マイブームで、うん、なんかいろんなこうイベントとか行って、はい、なんだろう、ツイート、リアルタイムにこうツイートしていくのがちょっと流行ってて、はい、好きだったんで、はい、うん、バーってなんかその、まあなんか、そんなやりますね、うん、私もね。まあ、はい、その、あしてね、売り出すっていうから、はい、まあ何かしら、まあ、力になれか、うん、いいかなと思って、ツイッターで、まあ、ツイートしたりとか、一回しようかなと思って、はいはい、で、まあ写真いいですかって話をしたんですよ。はいはいはい。うん、そのまま、はい、で写真 OK ですとか言ったらみんなハハハッとって言って、はい、で、はい、そのツイートしたやつを、まあ、またその子らがみんなリツイートしていくっていうので、はい、だん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 広がって、うん、気さくなアイドルだね。そうそう、今だに今日も行ったら、はい、まだ撮影 OK かみたいな。おう、どんどん撮って、どんどん撮って、はい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 、はい、私こんな、うん、私こんな、いやいやいや、そんな感じですか、いやだからとにかく撮って、うん、よかったらどんどん、稲井さんよ来た、はい、アメちゃんあげるみたいな、いやいやいや、そんな感じ、いやいや、違う、いやまあなんか覚えてましたけど、忘れてるかなと思ったけど、覚えてましたけどね、稲井さん忘れるわけないやんって、ちょっと、久しぶりやねん、そういうのベタじゃないですよね、そんなんじゃないの、そんなんじゃない、アイドルでしょ、うん、うん、なんかそんなアイドルがあったらまだいいかもしれないけどね、なかなか面白いですよ。ね、いまだになんかその、はい、写真とかも OK で、うん、綺麗に撮れたらツイートしてください、うん、ツイッターとか、うん、アメブロとか載せてくださいねとか言って、はい、なんか MC で喋ってましたけどね、うん、はい、お気に入りなんですね、なかなか面白い、ね、面白い、メンバーのどれぐらいいるんですか、ね、メンバーは メンバーっていうかもうグループやと勝手に思ってますけど、人数、いわゆるあの AKB 的なああいうグループなんでしょ、たくさんグループグループね、うん、はい、何人ぐらいいるんですか、今6人かな、6人、結構変動してるけど、変動して、うん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 、うん、なかなか面白いグループで、はいはい、もう一回お名前をお願いします、せっかくなんで、うん、もう一回お名前を、え、
大阪堀江系ガールズグループエスペシア。エスペシアということですね、うん。はい。ということで、ちょっと期待しましょう。勝手に告知、勝手に宣伝しとるけどね。いやまあいいじゃないですか。はい。なんかほんで、今日もなんか発表があるっていうんで、はい。発表が。うん。なんかそういうのも気になってたんで、はい。ちょっと覗きにって言ったら、はい。なんか第2弾アイドルをなんか、うん、するみたいで、第2弾またアイドルをね。第2弾第2弾。だからエスペシアの第2弾だから。あ、妹分みたいなやつですか。そうそう、またアイドル、ね、なんか作るみたいで、はい、なんかメンバー発表してましたけどね。うん、妹分ができると。まあ妹分っていうことでしょうね。ほう、うん、なかなか面白いなと思って、はい、うん、まあそんな感じで久しぶりに行ってきて、はい、うん、うん、な感じですね。まあそんな振り返りだけで、はい、41分まで行っちゃったよ。行っちゃいましたね。ね、なんか最近どんどん振り返りが振り返りが長いよね。なってきてますが、まあまあ振り返りが振り返り振り返りっていうか、それがなんか番組の主になってしまってるんですけど、はい、うん、どうしましょうね。はい、でね、まあそうなんですよ、うん、今日のテーマは、うん、今日のテーマはテーマね、今日のテーマもう40分になって今日のテーマはってないんですけど、出てきました、やっと出てきました今日のテーマは、はい、今日のテーマなんですけど、はい、まあ、私にとってその音楽とは、まあ私は音楽なんですけど、はい、私にとっての音楽とは、はい、まあ今まで何回かね、先週はちょっと、はい、まあエンターテインメントについてとか、はい、あと、なんだっけ、プロデュー、私のまあプロデューサー像、はい、うんうん、とか、まあいろいろね、語ったりとか、うん、はい、覚えてます、覚えてます、はい。また根本的なところで、うん、まあ私にとっての音楽っていう、はい、うん、っていうのと、まあ、はい、ね、テヨさんも出てもらってるんで、はい、テヨさんにとってこのアートとは、はい、アートとは、ありがとうございます、うん、はい、っていうのをね、まあ、ちょっとね、使っていただきまして、はい、話できたらいいと思うんですけど、はい、まあ自分にとっての音楽とは、はい、っていうテーマなんですけど、ちょうどね、今日ね、あのすぐ大阪から帰ってきて、帰ってきたら、はい、専門学校、私が行った専門学校、あのビジュアルアーツ、ビジュアルアーツさん、うん、はい、かの有名なビジュアルアーツ、はい、なんで有名かわかります？わからん。わからないですか？はい、さっき映画祭の話したもん。はい。映画祭ね。はい。ということは、ね、あ、じゃあ、ね、卒業生が有名みたいな話ですか？ね、かの有名な川瀬さんもね。川瀬さんもビジュアルアーツね。ビジュアルアーツの出身ということで。ね、そうなんですよ。はい。もう川瀬直美か乾かっていう。うん、まあ私はどうか知らないけど、まさきかみたいな、うん、あの昔私がいた時はね、はい、ビジュアルアーツって言わなくて、はい、うん、東京写真専門学校って言ってたんですよ。おー、うん、おー、まあ80年代っぽいね。そうそう、東京写真専門学校、はい、音響学科、うん、で写真がメインだったね。じゃあ撮影とかがメインの教える、写真がね、ね、はい、で写真音響学科サウンド、はい、サウンド、うん、クリエイター専攻やったかな、はい、ちょっと記憶にないわっていう、まあ、はい、とこで、はい、で、まあ、よく就職活動というか仕事で履歴書に東京写真専門学校と書いて、はい、ちゃんと音響学科まで書きゃいいのに、はい、東京写真専門学校って写真の勉強してるんですか、まあまあね、うん、ちゃんと書きゃいいのにね、はい、めんどくさかったよね。マスミが足りなかったね。そういうまああって、はい、まあ、ビジュアルアーツ名前変わってよかったかなみたいな、うん、思ってはいないけど、ね、まあ、写真じゃちょっとやっていけないから、まあ、一個実際ね、あれですわ、今日まあ大阪帰ったら、はい、そのビジュアルアーツ、その来年なんか50周年かなんかで、はい、あ、すごいな、うん、50周年。そうなんですよ、なんか交友会のね、うん、なんか案内が来てましてね、はいはい、ちょうどなんか自分にとって音楽とはっていうタイヤなんで、はいはい、やっぱり一番原点っていうのはやっぱりビジュアルアーツ、はい、専門学校であると思うんですけども、はい、やっぱりね、私音楽って結構ね、まあ、高校卒業して、うん、まあ、上京したんですけど、はい、音楽にの選択肢っていうのが、はい、大体みんなね、はい、進路選ぶときに、はい、どうしてもやっぱ好きなことであったりとか、ええ、得意なことであったりとか、はい、選びますよね、普通はね。
普通はね。普通はね。普通はね。ごく稀に、これで食いっぱぐれないみたいなところで ね、選ぶ方もいらっしゃるんですけどね。ですよね。多分そういう人は。そこが違うのが私なんですよ。はい。あ、違うんですか。そこの選び方が違う。選び方が違う。はい。うん、手堅いところじゃなかったようですか。あのね、はい、音楽の、いや、なんで音楽を選んだかって苦手だったからなんですよね。ほう。え、それはなんか偉い。普通苦手なもん選びませんよ。選ばない。いや、選ばないです。ずっと選ばないです。僕も営業とか苦手だったら絶対それやらへん思ってましたからね。もう苦手なことです。なんでかって言ったら、はい、別にそれ嫌いとかではなかったですよ。はい。でも苦手なことってあるじゃないですか。やっぱり自分。うん、嫌いじゃないけど苦手なことですか。苦手なことってあれじゃないですか。ということはそのちょっと頑張りたいなみたいなことかな。そう、まあそれもあるし、はい、まあ今までに苦手っていうか知らないだけかもわかんないし、はい、やっぱり縁のない世界だったんで。あ、縁のない世界ね。うん、はいはい、縁のね、ない音楽が、うん、だったんで、はあ、まあその音楽業界自体がね、音楽自体はそら昔からね、ちょっとピアノやったりとか、はい、そら英語とも習いに、ちょっとだけ習いに行ったりもあるし、やってたんだ、いいな、うん、し、はい、まあ別に高校の時も吹奏楽。おお、そうなんや。ああ、じゃあ全然あれじゃないですか。で、はい、でも吹奏楽入った理由かで、はい、別に音楽がやりたくて入ったわけじゃなくて、まあ可愛い子が吹奏楽部におったからって。いや、もっと違います。あ、違うですか。もっと、はい、なんでっていうぐらい。はい、その顧問の先生がね、顧問の先生可愛かったか、いや顧問の先生がなんか担任の先生に、はい、うん、なんか吹奏楽人数が少なくて、はい、コンクールも出られへんねん、はい、なんか人数が少なかったらしいんですよ、はい、ね、誰かおらへんとかって言って、はいはい、で、うん、正義の味方で、誰かいいん違う、で私に相談してくるとこがすごいよ、うん、絶対それ絶対引き込めるわって目つけられて、あ、はい、じゃあ別に楽器演奏できないけど、はい、別にいいですよってやってて、はい、楽譜も読めないのに、はい、いいですよって言ってしまったのが、はい、うん、女付きで、うん、でも今につながってますやん、見事に、うんうん、でもともと高校もね、うん、私が行った高校って、はい、まあ情報処理のある学校で、はい、で一応音楽専攻と美術専攻とあったんですよ。はい、うん、あったんですよ。うん、どっちか選ぶんですか。まあ、昔はね、なんか結構相乗りしてましたね。うん、美術と音楽専攻でね、はい、あって、はい、でまあね、あっちの奈良高円高校とかも音楽とか美術とかあったじゃん。はあ、うん、まあ、ああいう感じ、まあ、専攻があって、専攻かね、はい、うん、あるんですよ。はあ、その、で、その、もともと美術がやりたかって、はあ、行ったんですよ。はい、受験した、ね、選んでたんですよ。うん、美術をね、専攻で。はい。なんですけど、その、美術の人数が多いかったです、生徒さん。多かったね、はい。音楽に比べて。はい。なんなら、他人、うん、その、学校から電話かかってきまして、はい、合格した途端に変わってきまして、あの音楽専攻で人数少ないねんってそっちに移ってくれへんかってなんか親に電話かかってきなくて、で親がいいですよっていやお母さんお母さん不利やな、うん、いや、まあ、いやもちろん私もいいあれ聞いてるの話ね、あ、いやまあいいかって、別に専攻あってもクラブで美術部に入れば別にいいかと思って、で4月入学して、入学したら今度は担任先生に吹奏楽逃げさせたいね、いやいいですよ、ずいぶん流されますね結構流されるんですね、はい、で言って、はい、なんだろう、自分でやりたいことっていうのをある割には、はい、結構人に頼まれると、はい、いいですよって言ってしまう、あ、そういう人よしなとこがね、うん、まあ、犬さんのとこでもあると、そうなんですよね、はい、ね、それが今の犬さん形作ってるのかもしれないですね、ある意味ね、うん、だからって言ってそれが嫌って、それなりにそれも楽しんでるんで、はい、別に、うん、なるほど、ほんで、はい、まあ音楽苦手なのに、はい、で卒業してどうしようかってなった時に、はい、
で私今体操とかやってたんで、ああでしたね、もともとね、うん、で、はい、高校も自分で体操部を作るぐらい、はい、その話ありましたね、はいはい、だから、はい、体操やりたかったから、うん、別に他のことどっちでもよかったんですよ、基本的に。やっぱり美術であろうが音楽であろうが、はいはいはい、うん、うん、多分それで どっちでもいいっすよって話になったと思うんですよ、当時は。まあまあいいじゃないですか、うん、だからそんなにその音楽っていうものも美術っていうものも自分の人生の中で、はい、そういうアートっていうかそういうものが、うん、そんな大事なものではなかった、はい、高校卒業するまでは、うん、どっちかというとスポーツ体操することの方が大事だったので、はいはい、うん、ね、で筋トレ通ってね、でまあジャックも行ってたじゃないですか、はい、ジャック行って高校の時もジャック行ってね、はい、でこうジャックも卒業終わって、うん、はい、研修も終わって、はい、で結局まあ上に上がれなかったからそのまま終わっちゃったんですけど、はい、でスポーツ、まあ体、まあスポーツに関する仕事もいいかなと思って、はい、まあそういう体育会系のね、うん、大学か、はい、思ったんですけど、はい、今までそれをしてきたのに、うん、もっと違う世界はないかなと、はい、そこで思ってしまったのが、うんうん、まあまあまあ、ね、でもね、若さゆえのそれは、うん、なんでしょう、特権といいますか、うん、そういう選択ができたんですね。そうそうそう、うん、だって役者になりたかったじゃないですか、まあ、はい、役者になりたかって音楽、まあ音楽歌やって、うん、本当は役者になりたかったっていうか、だから今思えば、はい、役者になりたいんじゃなくて単に芸能界に行きたかっただけなんだろうなって、ほう、芸能関係の業界の仕事をしたかっただけなんだろうなって思う、うん、はい、でどうしようかなと思っていろいろ資料を集めた時に、はい、まあ、放送学科とかいろいろあるじゃないですか、映画学科とかあったんだけど、はいはい、まあ音楽にしようかなっていう、はい、思って、うん、で音楽を選んだ理由が、はい、他の人と、まあ、違って、大体ね、みんなここに出てくるアーティストの人でもやっぱり高校の時軽音で音楽バンド組んでやってて、はい、うん、どっちかって自分が主で音楽活動をしてるじゃないですか、うん、まあもちろんそれがベースなのかドラマーなのか、はい、まあ、はい、パートは、まあ、あったとしても、うん、ミュージシャンっていう、まあ、自分音楽を活動する上で自分が主じゃないですか、はい、けど、うん、私が音楽を選んだ理由が、はい、その私にとって音楽って、はい、この後があれなんですけど、音楽って、はい、脇役なんですよね、基本的に。ほう、言いました、皆さん聞きました、脇役だそうです、はい、私の中で音楽って、はいはい、うん、結構衝撃発言かな、うんうん、ですかね。主役じゃないんですよ。自分にとってメインじゃないんですよ、音楽って、はい、うんうん、その心はっていう感じですか。その心は、はい、まあ例えばそのエレンフィールドの前身であるその、はい、そういう、まあ、クリエイター集団というかサウンドファクトリー、はい、エレンフィールド、はい、もう立ち上げた理由にもなるんですけども、はいはい、こう音楽を作ることで何かをこう、はい、際立たせるというか、はい、例えば映像であったりとか、うん、ああそういう意味ね。そうなんですよ、私の音楽って常に脇役なんです、はい、だから仮に、あ、まあ今ね、しげ、まあ、しげとしみりってしげ、はい、しげとしですね、ね、まあ、シンガーの曲を歌ってもらったりしてるんですけど、はい、いつもエンディングで声が流れる、かかってますね、かかっている、はい、かかってるんですけど、はい、アーティストの音楽を、うん、提供するときも、はい、自分の音楽って脇役なんですよね。おお、なるほど。だってあくまで主役はそのボーカリストで、はい、そのボーカリストが例えば 100% があったとしても、はい、それを 120% を生かすための音楽なんですよ、はい、結局、うん、うん、はい、うん、じゃあ脇役だけどいわゆる名脇役ってやつですね。そう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 、そういう、そういうことですね。そういうことですね。うん、はあ。そういう、そうなんですね。だから、私にとっての音楽っていうのは、そういう、主じゃなくて、はい、やっぱり常に何かこう、主役を生かすための音楽、うん。おー。なるほどね。映画とかでもね、うん、音楽大事ですもんね。ね、
や何にしまあまあいや話がまた飛びますけど、はい、映画とかでもねこの間映画見ましたから、あそう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 、音楽大事ですけど、そうですよね、やっぱり映画は映像がね主役ですからね、うん、はい、音楽が主役じゃないけど、でもなかったら物足りないですか、いやもうなかったら話にならないですね多分、うん、はい、ほんなら例えば、はい、無音楽あの無音映画ってどうなんて話なんですけど、はい、私無音も音楽、はい、まあ音楽っていうより音、うん、音楽だと思うんですよ、ほう、またそんなジョン・ケージみたいなことえ、いや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 、無音が音楽ですか、うん、哲学的なこと、うん、はい、だって音楽って成り立ってるのと、はい、やっぱり音符と休符じゃないですか、はい、ほんで結構なんだろ う、 こう若い時って、はい、私もそうなんですけど、うん、音楽こう作る時曲を作る時に、はい、どういう風な音を鳴らすかとか、はい、どういう音色っていうかどういう風にこう、うん、はい、音を出すことを考えるじゃないですか、まあね普通はね普通は音楽を作るから、はい、私でもそうです、多分楽器鳴らすとかね、うん、はい、でも、はい、多分今の私の中でもあれなんですけど、基本的に私の中で今、はい、マイナスなんですよ、マイナス思考なんですよね、いかに余計な音をこう省いていくか、はい、こうだってお芝居でもそうですよ、間のあるお芝居って、はい、生きてくると思いません、はい、常にこう、ね、常に喋ってる、うん、でお芝居とかでもそうなんですけど、はい、ずっと音が流れてる BGM が流れてるお芝居って、はい、逆に疲れるんですよね、うん、メリハリがなくて、はい、うん、なるほど、うん、私の言いたいことお笑いもね間が大事言いますからね、そうなんですよ、そういうことですかね、うん、はい、無音っていうのも音楽の一部だとは思う、うん、お、うん、隙間ですね、そうそうそう、あそうですね、絵なんかもそう、うん、私も絵なんかもそうですけどね、うん、今日絵じゃないですけど、うん、白場っての黒場なんでね、墨絵なんかでもね、はい、そういうことですね、それを活かせる、活かすっていうか活かせるよう、はい、活かせるかどうかが多分、はい、鍵かなっていうか、うん、うん、もちろんだから無音映画っていうのも、はい、多分その時代そういう音をつけられなかったとか、はい、そういうのもあるとは思うんですけど、はい、でも実際昔もその音のないフィルムだけの映画でも、はい、例えば音楽とかを実際こうねバンドさんが生でつけたりとかね、はい、うん、まあ、そうだったみたいですね、弁士さんが喋ったりとか、うん、そう昔はね、はい、してたりとかするわけで、はい、その必要があってその無音にしてる部分っていうのはうん、結構あるのかなとは思うんですよね。無音だからね、うん、まあ引き立つ、ね。無音だから表現できることってあるじゃないですか。はい。そういう。ね。うん。なるほど。うん、それで最近乾さんは無音が多いわけですね。無音が多いね。無音が多いね。ね。まあ自分にとって、まあその振り返り、もう一回言うと、はい、やっぱ自分にとっての音楽っていうのはやっぱりこう、はい、脇役であって、そういう主役をいかに生かすか。はい、まあ、それがな、はい、私のプロデュース、まあ、先週話したプロデュース像、はい、につながっていくのかなと思うんですよね。プロデューサーはよく覚えてるんだね、うん、もう一人ここにね、村重、ね、さんがいらっしゃいましたけど ね、 もうね、でっかい村重さんがいらっしゃいまして、はい、で、はい、その時の話で結論としては、まあ、それぞれいろんなプロデューサーによっていろんなプロデュースの方法があると、そうですね、N さんは N さんのスタイルがあるよっていう話をよく覚えてるんですけども、はいはい、そうなんですよ、でそこにつながると、つながると思う、乾流、はい、乾流、乾流、はい、乾流、はい、ことこと流、はい、はい、ごめんなさいね、ほんで、はい、剛さんにとってのアートを、はい、いきなりですね。私いや、もうだって時間も結構あるんで、ね、じゃあちょっと手短に言っておきますけどね、はいはい、いやいやいや、はい、いやいや、ありがとうございます、わざわざ、でも結構ね、奥が深い話なんでね、話せばやっぱりあと2時間ぐらいね、番組必要になってきますけれども、はい、まあ詳しいことは私の番組を見ていただくとしまして、そういったら分かると思うんですけどね、はいはい、まあ今日はもうこの番組、まあ、尺もあまりありませんのでね、まあ、簡単にまとめますと、私にとってアートとは主役じゃないんですよ、うん、はい、ね、主役じゃない主役じゃないんですよ、なんなんですか、やっぱね、カルチャーを引き立たせるものです、引き立たせるものです、うん、はい、うん、はい、すいません、全部デタラメだ、はい、
そこでパクリか言ってください。パクリか。いや、パクリか言ってください。パクライダー。まあまあまあ。そんな感じで。はい。はい、いやいや、これさっきから一生懸命考えてたんですけどね。いや、急に振られたんでね、こういう話はね。うんうん、ただ、私の番組ってね、アート番組じゃないんですよね。カルチャー番組でしょ。はい。で、うん、私、絵描きで、アート番組にすりゃいいのにね。なぜかカルチャーの方して今そっちが面白くてね、うん、はい、だから興味の対象はそっちに行ってるんだと思うんですけど、うんうん、まあ別にね、その、はい、つゆさんにとってはカルチャーとは、あとはちゃんと答えがありますし、うんうん、まあ、カルチャーにも答えはあるんですけど、うんうん、まあ、番組、うちの番組だけで言うと、アートの番組してつまらないんで、カルチャーの番組の方がよっぽど燃えたんで、面白いなという。はい。いいね。うん、で、そうね、アートっていうとね、でも、なんていうんですかね、割とすごいもんだと僕は思ってるんで、そうですよね。いろんな意味で。はい。で、カルチャーっていうと、もっとこう、なんですか、まあエンターテインメントも含めて、うん、なんかこう何普段着みたいな、うん、普段着というかね、まあね、アートはちょっと普段着じゃないからね、そういう意味ではそうですけどね、うん、まあ、カルチャーはね、何、うん、でしょうね、まあ、ほんまになくてはならないもんですね、うちの番組で追求していってると、はい、で、はい、うちの番組取り上げるもめちゃくちゃですけどね、はい、でも例えばご食べ物にしてもね、食べ物にしてもカルチャーあるじゃないですか、はい、うん、ね、うん、お蕎麦の食べ方とかね、うん、それは江戸の人は、うん、東京の人はこういう蕎麦の食べ方をすると、うん、でもね、まあ、関西人とはちょっと違うと、うん、なんかそういう、はい、まあ、文化っていうのがそれぞれあるわけですよ、はい、なんかそういうのに興味がある番組でございます、はい、はい、そんなところでよろしいですか、はい、素晴らしいお答えで、はあ、なんか来てますね、ただいまーって、もうすぐ終わったか、さあちゃん終わった頃に帰ってきましたよ、どうしてくれましょうかね、もうあと1時間ぐらいしようか、はい、あと1時間ぐらいする、さあちゃん、さあちゃん帰ってきたしちょっと延長中、はい、うん、まあそんな感じですね、はい、はい、でもいや、うん、でも分かりますよ、その気持ちは、うん、でもありがとうございます、うん、はい、ありがとうございます、これも使わないと今日は、はい、懐かしい、うん、はい、いやいやいやですね、はい、そうなんですよね、でもね、実際ね、私こうやって、はい、まあコトコトビーツやってて、うん、まあね、いろんな奈良のアーティストを紹介して、うん、まあして、まあね、はい、ハーツのね、石田さんがね、うん、ちょっと忙しくなって、はい、まあ、ちょっとMC お休みになっちゃったんで、あと、はい、で、剛さんと私と、うん、はい、してるんで、まあ、私の話ばっかりしてるんですけど、いやいやいや、はい、まあ、ユネさんの番組ですから。はい、いや、基本的に、まあ、そうですよね、私の話ばっかりしても面白くないですよね。ああ、うん、じゃあ、でも、私らにもう一つ控えてるものは。ね。ということで、はい、ね、やっぱりそれはね、はい、告知もしとかなあかんしね、うん、ね、ね、はい、なんかおもむろに登場しましたけども、はい、ね、なんでしょう、毎回ね、毎回、はい、はい、はいはい、持ちましょう、はい、奈良県奈良市、はい、毎週のことですが、はい、はい、今ゆるキャラグランプリ2014ね、奈良市がエントリーします。はい。1日1票、はい、ね、メールアドレスで登録すれば、はい、投票できますんで、はい、まあ、よろしく、よろしくお願いします。奈良県奈良市、奈良市、みんなの、はい、ね、皆さんの、ね、力で、はい、奈良県奈良市を、うん、全国に連れて行ってください。はい。はい、ね、奈良県奈良市、そうなんですよ、みんなの一人一人の力が、はい、うん、うん、必要なんで、はい、全国区になったらいいですね、そうですよね、全国区になったね、奈良の新しいアイドル、そうそうそう、奈良ドル、奈良ドルか奈良ドル、奈良ドルって何か聞いたことあるな、奈良ドル、奈良ドル、うん、お、ご当地奈良ドル、奈良ドル、はい、うん、そうなんですよ、
ほうね、奈良市ね、ごめんなさい、全国ね、そうそうそう、はいはいはい、一日一票奈良市、はい、日々の日課奈良市にポチッとしてねみたいな、ポチッとな、ね、ポチッとな、はい、はい、ありがとうございます。でまあ奈良市のイベント情報なんですけど、うん、はい、今月9月23日かな、うん、大和郡山で、はい、あの大和郡山、あのイオンモール大和郡山さんのイベントがあるんですよ、はい、北工事コートかな、うん、の広場であるんですけど、はい、そちらの方に、うん、まあ、奈良県奈良市、はい、出演させていただきます、はい、でその時、はい、うん、その時は奈良市のテーマソング歌う知恵と知みりも、はい、あのステージも歌も、うん、歌のステージもありますんで、はい、時間は、14時から、17時ぐらいまでやってまして、うん、はい、で重田しみりのステージ、奈良市のステージで、あのキッズダンスですね、県内のダンススクールの子供たちが、はい、ステージダンスを見せてくれる、うん、ステージで見せてくれるんで、はい、はい、お時間のある人はイオンモール大和郡山に買い物がてらに遊びに来てください、はい、ね、ね、お待ちしてますんで、お待ちしてますということで、うん、はいはい、パンね、はい、サルさん、サルさん中国からも遊びに来てくれていいよサルちゃんね、まあ、まあまあまあまた来るからね、また来るからね、来たら会いたいよね、ね、きっと会いたいと思うね、ね、はい、はい、サルちゃんまたスタジオ遊びに来てね、来たらね、ね、待ってるよん、はい、ね、はい、そんな感じですがね、じゃあ今日もね、はい、もう結構時間オーバーしちゃったんでね、はいはい、ね、もうそろそろ、まあ、振り返りが充実してたんでいいんじゃないでしょうか、はい、そろそろ終わりたいと思うんですけども、はい、そうですね、まだ来週、はい、来週の内容は、はい、テーマは、はい、何にしましょうかね、じゃあアイドルトーク爆裂ことことビーツであれ何しようかな、何しましょうね、そうですね、はい、ちょっと考えときます、考えときます、はい、はい、じゃあ、あ、そうだそうだ、はい、なんか映像作ってませんでした、そうなんですよ、あれね、今日ね、もう時間ないんで、時間ないんで、それ来週したらいいんじゃないですか、そうね、はい、来週にしましょうかね、はい、なんか面白い映像作ってたあれ出へんな思ったね、そうですね、もう一人、もう一人ね、はい、ね、ゲストに呼んで、ね、ゲストに呼んでね、来てくれるかな、そこはもう乾さんの、ね、普段のお付き合いの、ね、世界の人やからね、まあ、世界の方でね、世界の人やからね、世界の人がね、はい、うんうん、なんかまあ、はい、ちょっと来てくれるのを期待して、はいはいはい、うん、ということですね、はい、はい、それでは、はい、今週も、はいはい、ね、お付き合いくださいましてありがとうございます、それではまた来週、バイバーイ、はい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 、はい。